チのピンチの連続そんな時ウルトラマンが欲しい自分のパワーを信じて飛び込めばきっと掴めるさ雪の光うぬぼれるなよ帰り道が分からなくなってしまったんだ。ウクバール、あの永田という名の男はこの世に生まれてからずっと長い長い夢を見ていたのだろうか、それとも永田の言っていたことは全て本当のことだったのだろうか。3日前、大体よくじゃね、めったに地上に降りてこねえんだから。言ってるやつだよ、ディラでもこの野郎、てめえ真っ赤な顔じゃなくて、この野郎、お前、はい、ポストだよ、ポスト。でけえだろ、でけえだろ。お嬢さんね、俺のね、幼馴染のよっちゃんね、チームハーキュリーズのリーダーなんだよ。お酔っ払ってるんすから。こいつね、戦車転がせば戦車。酔っ払ってるんすから。おい。お前またオーディション起こしたの？それであれだろ、落ち込んでんだろ。なあ、俺はお前役者の卵だよ、うん、そのぐらいでもへこむかよ、バカやな、うん、でもよ、何かあったんだろ？あった、うん、言え、言えよ、正直に言っちまいや。分かった、言うよじゃん、うん、実はよ、うん、俺今日一日トラック乗ってたんだよ、うん、宇宙人と。宇宙人と？今日俺、宅配便のバイト始めたんだけどさ。おはようございます。おはようございます。あ、おはようございます。あの、今日から働くことになりました、あの、庄司ですけれども。おお、新人か、元気だ。ありがとうございます。ね、はい、それじゃあんた、永田と一緒に待ってもらうか。永田は配送一筋25年のベテランだからね、心配ないよ。黒越さん、ユニフォーム。はい、じゃあこれに着替えてな。私知りませんから。あ、永田さんですよね。うん、
大丈夫だから。あ、うん、あ、おはようございます。あ、おはようございます。あの、今日から入りました、あの、庄司です。よろしくお願いします。あ、永田さんですか。いや、俺清水。いや、俺関。あの、永田さんは。永田、はい、いたっけ、そんなやつ。永田ね。いや、おかしいな、あの、配送25年のベテランと。ウクバールだ、ウクバール。あ、ウクバールか。ウクバール永田。あ、ウクバール永田。え、あの、外国の人ですか。甘いな。外国なんてもんじゃないよ。宇宙、宇宙の人。またほら、あそこにいるよ。あいつな、自分は宇宙のどっかにあるウクバールって町から来たと思い込んでんだよ。ま、覚悟するんだな。おめえも今日一日聞かされるぜ、ウクバールの話。ウクバールという町ではね、いつも風が吹いてるんだ。空には大きな塔や小さな塔がいくつも浮かんでる。そしてその塔のてっぺんではな、黄色い風車がカラカラ音を立てて回ってるんだよ。ウクバールの町にはね、階段というものがないんだよ。あ、いいっすね、そりゃ。でもほら、たくさんの塔が空に浮かんでるだろ。だから塔のてっぺんに登るにはね、長いはしごをかけなきゃならないんだ。いやー、よく続くよな、おっちゃんも。俺なんかさ、もう足とか腰とかもうバギバギでボギボギでもう痛くしょうがないやもう。おっちゃんきつくない？あー、でもな、田舎からのリンゴやみかんを届けてやるとみんなが喜んでくれるじゃない。やりがいのある仕事だと思うよ。それにな、俺が気に入ってる理由がもう一つあるんだ。え、何よ何ん。こうやって車でいろんな街回ってるとさ、いつかウクバールに帰る道が見つかるかもしれないじゃないか。だってそうだろ、俺がこうして地球にいるってことはさ、ウクバールとこの世界がどっかでつながってるってことだろ。さあ、行こうか。ウクバールの街にはね、いつも風が吹いてるんだよ。はいはい、ラクダ便です。というわけでね、ウクバールの街はね、時たま大きな雲の中に入ってしまうことがあるんだよ。その上、ウクバールの街にはね、楽団もあるんだよ。あのね、太鼓やね、笛がね。でも、ウクバールの街にはね、おじさん、お茶おかり。はい。そして、ウクバールの街にね、あ、どうも。西風が吹くとね、サーカスがやってくるんだよ。このサーカスがまたすごくてね。え、もう5時？ウクバールには時計というもんがないんだ。だから夕方になるとね、大きなサイレンが鳴るんだよ。するとね、大人は仕事を辞めて、子供は遊ぶのを辞めて、みんな家に帰るんだよ。ウクバールはどっかにあるんだ。だって俺の故郷なんだから。あるある、ウクバールはあるよ。おっちゃんの頭の中にな。え？あ、おっちゃん！バカなこと言っちゃったかな。うん。おっちゃん、ダメだよ、クマルなんて夢みたいなこと言ってちゃ。人間っていうのはね、現実と向き合っていけなきゃ。現実だぜ、大事なのは。大丈夫か。あ、そうだ、よっちゃん、シグだろ。ああ、証明してやってくれ、おっちゃんにさ。証明って何よ。だから、
おっちゃんが地球人だってことだ。え？だって自分が地球人だってこと分かればさ、うん、そうだよ、うん、おっちゃんもウクバールのことなんて忘れて現実と。おい、おい、ウクバールね。ウクバールはあるよ、おっちゃんの頭の中にな。ひょっとしてウクバールはどこにもないんじゃないか。はい、どうも。ご苦労様。25年近く探しても。ウクバールの町が見つからないのは、あの町が俺の頭の中にしかない町だからじゃないのか。もしもし。ウクバールだ。ウクバールの風の音だ。地球人の証明ですか。地球人ってことは。そこ、さりげなくサボるな。つらい。物事の基本は体力。どうだ、グアブラ、知恵はないか。俺っすか。いやー、ほら、物心ついた時からなんとなく地球人だったし。おい、お前は。俺も誰かからお前は地球人だって教わった覚えはないし。いや、たまにね、人間離れしてるって言われることはあるんすけど。他ならぬ幼なじみの頼みだからな。なんとか力になりたいんだが。何やってんだ。その永田さんって人の生まれた家を見つけるんです。生まれ育った家を思い出せば永田さんも自分が地球人だって納得してくれるかもしれません。おお、なるほど。あった。東京都武蔵野市。あ、この家空き家になったまま今も残ってますよ。本当か。もう知りません。こっちだって仕事の都合があるんだからさ、そこんとこ分かってよ。すいません。おう、どうした新人。いや、今日永田さん。あ、永田、ね、今日休んでんだよ、無断欠勤。こんなこと初めてなんだけどね。電話も繋がんないし。だから言ったじゃないですか。やっぱり地球人だよな。はい、こちら吉田。吉田さん、ポイント226へのアン付近の磁場にかすかに歪みが生じています。どうした。偶然だとは思うんですが、ポイントの中心に現在永田さんが住んでいるアパートがあるんです。分かった、すぐ現場に向かう。おっちゃん、お前何やってんだよこんなとこで。え、いや、永田のおっちゃんが無断欠勤でさ、なんだか心配だよ。
前来ないでいいから。そうは言ったよお前。永田さん、永田さん開いてる。永田さん、おっちゃん、おっちゃん目開けろよ、おっちゃん、おっちゃん、大丈夫だ、眠ってるよ。眠ってる。ああ、所長、あの毛布取って。夢を見た。ルクーが迎えに来てくれるんだよ。ルクー？俺ウクバールに帰るんだ。おっちゃんしっかりしろよ。それは夢なんだよ。あるんだよあの町は。ほらウクバールの風の音が聞こえる。なんでわかんねえんだよ。いいかおっちゃん、ルクーなんていないし、ウクバルなんて町は、そんな町はどこにもねえんだよ。庄司。え？嘘だろ。あの怪獣が本当にウクバールから来たのか。永田という男は一体。おっちゃん、ウクバールでは夕方になると大きなサイレンが鳴るんだ。そしたらみんな家に帰るんだ。まさか。
ウクバール。ウクバール。おっちゃん、どこ行っちまったんだよ。そしてあの日以来、永田は忽然と姿を消してしまった。吉田さん。永田は幼い頃に見たカレンダーの中の街を自分の故郷だと思い込んでいた。ただの風変わりな男だったのかもしれない。でももしかしたらウクバールはどこかに本当にあって、永田はようやくそこに戻ったのかもしれない。あの男にはウクバールが必要だったのかな。ウクバール、遠い町さ。彼方から宇宙怪獣が卵を産みにやってきた。ビルの中には篤子の姉が。次回ウルトラマンガイア、悪魔の繭、怪獣撃滅か人命救助か。